はい、えー、どうもやそうですさあ本日はですね最近レベナントのデラックスキンが実装されたじゃないですかせっかくなんでレベナントのヘルミンスコミービルドをね組んでみたので今回そちらをご紹介していこうかなと思います今回、ね、移植するアビリティとしてはニュクスの一番のアビリティとなっております でコンセプトとしては1、ね、番のアビリティとニュックスのアビリティをうまいこと組み合わせて火力を出していこうとそれに必要なものとして1番の増強モッドとなっておりますこの1番の増強モッドはですね効果としてはデコイになっている敵の数に応じてプライマリーの基礎ダメージを上げるものとなっておりますので今回のビルドは本当プライマリーで火力を出していくと。 いうもののになるのでどんな武器を持っていけばいいのかというとですねまあ範囲系の武器ですかね、いつもだったらまあエクゾディアハントとかないろいろあれやこれややりながら敵を集めて火力を出していくみたいな戦い方してるんですけれども、このレベナントの1番に関しては範囲系の武器じゃないとちょっと厳しいのかなと集めることができないんですよね、1番って。今回のビルドは非常に簡単でやることは単純なんですよね。 とりりあえず2番をしっかり使っっか使ていくやっぱ防御系のアビリティでこのレベナントの2番ってめちゃくちゃ強いんですよね。っていうか防御系のアビリティの中で1位に争うレベルの強さを持ってるんじゃないんでしょうかそちらの2番の詳しい説明とかはまた後でさせていただくんですけれども何よりもしっかりと地盤を固めてその後ニュクスの1番そしてレベナントの1番を使って バフを受けつつ火力をがっつりと出していこうという動きなんですよねとりあえずもう2番が最重要なアビリティとなっておりますで1番の性質上最大7体までしかデコイを作ることができないんですよね7体になると1番再発動できなくなってしまうのでっていう形のアビリティですかねでアビリティ力に応じててバフのの量っていうのも変わって できて今回のビルドの場合だったら7体デコイを作ることによって512%基礎ダメージをがっつりと上げることができますねでね一応アビリティのご説明していきましょうか今回ねニュークスの1番とレベナントの4番を切り替えた形となっておりますでパッシブなんですけれども結構これ <laughs> 強くてシールドがなくなった時に敵をノックダウンさせますよっていうものなんですが まあ、アルケインのエラプションのシールド版みたいな形で機能してくれるのでやっぱエラプションって地味に、ね、強いんですよね強いというか耐える上で意外と便利なアルケインだったりするのでそのシールド版って考えたらだいぶ強いですねで、2番の性能はね、いやレベラントといえばこのアビリティでしょと4番を差し置いてまさかの2番でしょみたいな。 えー、本当にめちゃくちゃ強い防御系のアビリティでしてまずこれ発動してる間、基本死なないですね、はい、毒ダメージの攻撃とか受けたとしてもヘルスが2で残ってくれるので例えばバレルとか爆発してもそういうダメージでも絶対に2残ってくれるんですよね、なのでこの2番が効いている限り死ぬことがないっていう性能でしてさらにねこれダメージを受け るんではなくてなんて説明したらわかりやすいかな攻撃を跳ね返してるっていうよりかは攻撃を無効化して攻撃してきた敵をスタンさせるみたいな効果でしてあのダメージを受けてるわけじゃないのであの本当に感染体にめっぽう強いんですよね感染体の最大の敵ってまず毒攻撃をしてくる敵そしてディスラプターなんですよねでディスラプターの攻撃すら無効化するので 攻撃受けてないっていうことなのでエネルギー吸われないんですよねディスラプターってね高レベルになればなるほどエネルギーを一気に吸い取ってくるんですよねそのせいでね結構高レベルの感染体って約 なんだけれどもこのレベラントの2番っていうのが毒も無効化ある意味、無効化施設絶対2で残りつつディスラプターの攻撃も完全に無効化できるのでそういう防御系のアビリティってこのレベラントしかできないんですよね。でそのの次にに、えー、重要になってくるものとして ではうーんレベラントの1番いや、ニュクスの1番ですかね、このアビリティは分かりやすいね、えー、敵一体を味方にするっていうものなんですが、効果時間中はその敵は無敵化して倒れなくなりますよというものでして、まあ、一応ダメージは蓄積されていくんですけれども、このニュクスの1番の影響を受けている敵に対してレベラントの1番を使うことによって、 効果時間中は無敵化したレベラントの1番を作るっていうことになるんですけれどもこの無敵化っていうのが重要になってきてレベラントの1番ってま確かにデコイはねいっぱい作れるんですけれどもあのダメージが通ってしまって敵死んじゃうんですよね、そのデコイにしたのにせっかく。 しまうんですけれどもこのニュックスの1番と組み合わせることによってしっかりと硬化時間中確実に1体だけは残るっていう組み合わせになってでその1体が残ってる限りどんどんねデコイを生成してくれるので結構安定してこののバフっていうのが増強モットのバフっていうのが受けられるのかなと。 思いますただ1つ注意点があるとすればレベナントの1番の後にニュックスの1番は使えないっていうことですかね必ずニュックスの1番からレベナントの1番っていう順番じゃないとこのニュックスの1番使えないのでそこが注意点ですかね はいで一応ね、一番、なんか他にもいろいろと効果あるんですけれども、まあ、正直、鋼とかになってくると、この効果っていうのは、大して火力も出ないので、一応、ダメージ発生するなんかピラーみたいなの立てたり、あと敵、死んだ時に爆発したりみたいな、一応、ダメージ効果はありますね。で、3番のアビリティなんですけれども、うん。 このビルドではほとんど使わないかな <laughs>。一応移動系のアビリティっていうことで残してる形になりますかね。さて、ビルドはね、こんな形になりましたね。まずはラからエネミーレーダー、エクシュラス枠は PSF。ん ?PSF?2 番使ってる間、ノックダウン無効化入ってるので、つける意味は、あ、そうだ、これね、結構前に作ったビルドだからあれなんだけど、 これつけた理由ね多分バイオレンスメタだわ <laughs> あのどうしてもバイオレンスのアビリティ打ち消しがめんどくさすぎてこの2番とか打ち消されたらそのやっぱどうしても範囲武器持ってきたいビルドなので攻撃できなくなってしまうんですよね。 そのメタとしてこのノックダウン無効化確率モッドつけてるっていう形ですかねできるだけすぐ倒したいのであのバイオレンスとかが動き回られるとこの1番どんどん解除されてたりだとかニュクスのアビリティとか解除されたりだとかするのでっていう形でノックダウン無効化確率モッドをメタとして入れてる形ですかねなんか特に入れたいものもないなっていう形で、はい、つけております で、内容としてはね、アンブラインテンシファイブラインドレイジ TF でアビリティ威力をがっつりと上げておりますで、えー、ナローマインドとプライムドコンティニティで効果時間をがっつりと上げつつプライムドフローローリングガードに一番の増強モトといった形ですかねアルケイン枠はエナージャイズにアクセラレーションとなっておりますアベンジャーはねちょっと と相性がよよろしくないんですよねこの2番のアビリティとダメージ受けないので、あの自称オーラつけないといけない形になってくるんですけれども、うん、多分、アベンジャーをつけて自称オーラつけた方がいいんだけど、自称オーラつけるパターンになるとね、ねこれ多分、ランクマックスじゃないとアンブラフォーマー使わない限りランク1つけられないんですよね。まあ、エネミーレーダーレダけててるっていう形で アクセラレーションつけてるって形ですかね、まあ、アクセラレーションもね、あの攻撃速度上がるので、結果的に DPS 爆上がりするものなので、はい、といった形ですかね。さあ、今回のね、ビルドは以上となるんですけれども、うん、よくよく考えたらさ、今までまともなレベナントのビルドって紹介してこなかったよね、うん、なんか実装されたときに1回やったかなぐらいかな、待てよ。 ヘルミンス一発目の動画って確かレベラントじゃなかったっけなんかナイダスのアビリティと組み合わせて一発で倒せるじゃんすげえみたいな動画あげた気がするんだけどあでもそれ次の日に修正されたんだよね実は <laughs> 他にもね4番のアビリティとかでも、えー、殲滅できたりだとかいろいろと器用なフレームですねはいということで、えー、以上やそうでしたそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたねバイバイ